はい、始まりました、スピチューブです。先日、イクラ堂の方がオープンを再開したのでちょっと確認に来たんですが、前回こちらの方で撮影した時は、こちらの、駐車場が、地面がむき出しになってアスファルトが流されていた状態なんですが、今このように、舗装され綺麗な状態になってます。2週間前ここに来た時はとてもひどい状態だったのですが、かなり、綺麗な状態に戻ってます。ただ、洞窟内は営業再開してますが、一部売店などは、まだ、閉まっているようです。こちらが仮入道券の販売所ですね。その前には、仮のお土産など販売している売店がありました。こちらの食堂の方も営業を再開されていました。まだメニューの方は限られているようです。はい、今回このような形でイクラ堂の営業再開の様子をお伝えしました。引き続き洞窟内の様子を見たい方は左を、復旧前の状態を見たい方は左を、というわけでご視聴ありがとうございました。いつもスピチューブ見てくれてありがとう。これからもよろしく。チャンネル登録もぜひぜひ。